カンプノーは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナにある、サッカー専用スタジアム。正式名称は2001年まで、エストリデルフットボールクラブバルセロナだったが、一般的には、早い時期から、新しいスタジアムを意味する、カンプノーと呼ばれていた。これはそれまで使用していた、カンプダ・ラスコルツに代わる、新しいものであったことから付けられたものである。2000から2001シーズン、 クラブはカンプノーを正式名称にするか、ソシオに郵便により諮問した結果、クラブに届いた29,102通の68.25%に当たる19,861通が賛成したため、カンプノーが正式名称となった。カンプノーの老朽化に伴い、ノーカンプノーが新たに作られる。ノーカンプノーの収容人数は10万5千0 0人に増えるとされている。 ノーカンプノーは、リーガエスパニョーラ2020-21シーズンに着工して2023から24シーズンに完成する見込み。1960年代から1970年代に、バルセロナの人口は急増し、住宅需要が高まっていた。それに先駆け、FC バルセロナは、永代所有財産解放令の適用を受け、旧ホームスタジアムである、カンプだ。 ラスコルツの土地を売却し、ホームスタジアムを郊外に移転し、新しいスタジアムであるカンプノーを建設した。これはスポーツ施設に対する同胞適用の第一号である。本拠地の郊外移転で FC バルセロナは莫大な不動産利益を獲得することになり、これがクラブチームの経営の経済基盤となった。またラディスラオ・クバラ、シャーンドル・コチュ、ラモン・ビジャベルで エヴァリストラの1950年代 FC バルセロナ黄金期にその人気の後押しも新スタジアム建設の後押しとなり FC バルセロナはカンプノ王を中心に周辺にサッカーを中心とした娯楽施設を整備していく1954年3月28日に6万人のファンの見守る中当時のバルセロナ市長によって最初の組織が置かれバルセロナ大司教によって祝福された 建設期間は3年に及び予算は当初の3.36倍にも膨れ上がった。1957年9月24日の落成式ではゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのハレルヤが演奏された。コケラ落としの試合は FC バルセロナとレギア・ワルシャワとの親善試合であり、4対2で FC バルセロナが勝利した。収容人数は当初9 3 0 3人であったが、 スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップ時には12万人まで増やした。その後、1990年代に FIFA の規則により立ち見せきが禁止されたことにより、1990年代終わりには9万9000人が定員となった。クラブのウェブサイトによると、現在は9万9354人であり、ヨーロッパ最大のスタジアムである。 UEFA が選定するスタジアムのレベルも最高クラスであり、過去には1999年に UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦がここで行われた。スタンドの景観は元よりピッチの水はけまで計算されている。ピッチは肉眼ではわからないくらいアンジュレーションがついていて、ほんのわずかだけ真ん中が高く、外に行くにつれて、 だんだん低くなる設計がされており水が流れ出るようになっている。スタンドについては1階以外はどの角度から見ても全体を見渡せるようになっている。2014年1月にスタジアムの全面改築が発表され、建て替え、移設はせず10万5000人規模の屋根付きスタジアムに改築される。2021年末に建設を開始し、2024年に完成予定で、 総工費は6億ユーロとされている。2016年3月に設計競技コンペの結果、日本の日建設計が決まった。サッカー以外にもコンサートとしては、フリオイグレシアス、U2、マイケル・ジャクソン、ブルース・スプリングスティーン、アムネスティ・インターナショナル主催のチャリティーコンサート、サンダイテノールらが行った。 また、ヨハネ・パウロ2世のミサが1982年11月17日に行われた。ラグビーではトップ14決勝会場として2016年に開催。これはラグビーワールドカップ2015の開催によりシーズンの開幕が遅れたことに加え UEFA ユーロ2016開催によりスタッド・ド・フランスが使用不可のためであり、フランス国外で トップ14決勝が開催されるのは初のことである。ありがとうございます。